今日はクレーンゲームでゲットした今日はクレーンゲームでゲットした景品紹介。皆さんこんにちは、あおりーチャンネルです。今日は久々のですね、クレーンゲームの景品紹介をしていきたいと思います。で、今回紹介するクレーンゲームの景品はだいぶ前にクレーンゲームやったものの景品でございます。私、あおりーチャンネルは毎週金曜日にクレーンゲームの動画をね、上げてたんですけど、それがね、だいたいいつもため撮りで撮ってるんですけど、2月の終わりぐらいかな、最後に撮ったのが。でもうなくなっちゃったんです。でね、とコロナ収まったらもう即行くので、みんな楽しみに待っててねそう、行きたいよね。だからもう2ヶ月ぐらいかやってないの。もうアームがやりたい、これ操作はい、じゃあ早速ね、お待たせしました、紹介していきます。ぜひ最後まで見てください。それでは早速やっていきましょう。今回あのクレーンゲームで撮った場所はエブリで撮ってき屋さんとモーリーファンタジーで撮ったものを紹介します。じゃあまずはエブリで撮ってき屋さんでゲットしたものを紹介しますね。細かいものから紹介していきます。はい、ドラえもん、はい、ドラえもんはい、キティちゃん、うんぴー、うんぴーコップ、マカロンのスクイーズ、マカロンのスライム、マカロンのスライム、マカロンのスライムはい、こんな感じです。はい、今ですね、袋に入っていたものを全部取りました。そしてね、このスライムたちはこんな感じです。で、今回ゲットしたのは紫、青、緑ですね。これめっちゃ可愛くない？マーベルのコップ、真っ黒です、全体は。で、ここにマーベルって書いてあります。じゃあ1個だけスライム触ってみます。じゃあちょっと一旦乾いちゃうから閉めるね。紫紹介しよう。じゃあよいしょら、わあ、びっくり、おお、こんな感じですね。まあまあ伸びますね。でも固めです、結構。久々にスライム触った気がするこれね、多分コンパクトだから普通にバッグとかにつけてても可愛いと思う。そう、あとね、なんか旅行行くときとかにもね、いいかもねはい、細かいものはこんな感じでした。はい、でちなみにこのうんこちゃんたちは思った音が出ます。今ハモってなかった、これはい、じゃあ次は大きいものを紹介します。もう大きいものつっても一つなんですけど、はい、こちらです。どどん、タピオカです。あー、かわいい。はい、タピオカの大きい人形でございます。これがね、ここのねタグに書いてあるんだけど、これお寿司とタピオカぬいぐるみデラックスだって、コラボしたやつらしいですね。ここに書いてあるお寿司だよって書いてある。すごい可愛いよね。これちゃんとストローもついてて、顔がね、なんかなんていうの、すごい可愛い絵文字みたいな感じ、すごい可愛いですね。タピオカ飲みたい。よし、インスタントタピオカあるから、この撮影をタト作ってもらいます、よろしく。はい、で裏はこんな感じです。こうやってね、タピオカの粒がちゃんと全体的に描いてあるのでいいなって思う。でね、見て、足ついてんの、可愛くない？この足ついてんの、ほら、可愛い。はい、こんな感じでした。じゃあ次はモーリーファンタジーでゲットしたものを紹介します。はい、それではモーリーファンタジーでゲットしたものを紹介します。まずはこちら、これはトイストーリーか、トイストーリーのあの女の子のやつごめんね、語彙力なくて。でこれはすごい硬いですね。これはこういうところに飾るものかなはい、じゃあ次、はい、続いてはこちら。はい、こちらはちぎりパンスクイーズです。はい、でこれはここ見ると全8種類あるみたいで、これサンリオらしいですね。サンリオでこれキキララですね。で触り心地は
そんな感じ。低反発だね、結構ね。すごい可愛いよね。あ、甘い。すごい匂いが甘いですね。でね、このちぎりパンね、これ見るとね、本当にいろんな種類があってすごい可愛くて、キティちゃんとかもあって、シナモンロールとか欲しかったなと思う。はい、次。いや、なんかさ、スクイーズ紹介するの久々でさ、なんか楽しい。やっぱりスクイーズ好きだなあ、いい匂いだね。うん。続いてはこちら。はい、こちらゲットした時びっくりしたんだけど、ブルームフレンズ I love peach prince。 はい、間違えた。こちらはブルームフレンズ I love peach princess っていうね、この I love peach、 I love peach の発音がすごくないもの、 I love peach のスクイーズでございますね。すごくない？パッケージがものすごく可愛い。しかもブルームさんのね、久々のスクイーズなのでね、楽しみです。開けます。じゃあまずはお匂いから嗅いでいきます。あら、もうここまで甘い何この言葉遣い、やばいよ。こうやってやるだけで、これ理科の実験でやるやつね、これね。こうやって嗅ぐとダメだから。やばいよこれ。どれどれ。あー、いい匂い。久々に嗅ぎましたね。パッパラーン。お、ボールチェーンついてますね。やばい、なんかサラサラしてる。いきます。待って、もちおーと、めっちゃ低反発、ものすごい低反発じゃないこれ。ほら、グッと、なんかスライム触ってるみたい。グーって触ると、ほら、めっちゃ潰れちゃった。めっちゃ気持ちいいこれ。ちょっとこれ収まってから全体紹介します。全体こんな感じです。上の方がすごいピンクで、この真ん中ら辺がすごい白くて、白っぽい、なんていうの、薄ピンクで、この下もすごい濃いピンクになっています。で、ここに葉っぱがついてます。すごいよねこれね、めっちゃふかふかしてます。やっぱりいいねブルームさん。いきますよ。はい、あともう少しだ、頑張れ。はい、こんな感じです。すごいね、すごい低反発っていうことがこの早送りでわかると思います。今ね、ずっとムギムギしてたらこんな四角っぽくなっちゃった。はい、ラストはこちら、ダン、ポテウサロッピーでございます。イエーイ。ね、このポテウサロッピーね、めっちゃ可愛くない？あのポテウサロッピー系のぬいぐるみとか人形とか、人形ちっちゃいバージョンとか大きいバージョンとか、何個も何個も持ってるんですけど、でもね、一つもこの目が赤い子持ってなくて、え、可愛いと思ってゲットしました。で、この子の名前はね、ちょっと待ってね、この子の名前はルビーちゃんだそうです。とても可愛い名前だね。こんな感じで耳タラーンってしてて、なんかこれで飛んじゃいそうだね、こうやってパカ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 つって、めっちゃ可愛いこれ。で、なんかこういうの、なんていうの、ポンポンがついてるから、ちょっと冬っぽい感じで可愛いね。やっぱこれ帽子かな、帽子がイチゴですね、トマトに見えた一瞬で、尻尾がついていて、これ座ってるみたいな感じですね。はい、こんな感じでした。はい、ということで今回はクレーンゲームでゲットした景品をご紹介しましたね。細かいものもいっぱい取れたし、ぬいぐるみもこうやってね取れたし、よかったです。コロナが収まったらまたクレーンゲームやって、あのクレーンゲームでゲットした景品を紹介しましたので、楽しみにしててください。で、あの金曜日、毎週ね金曜日に動画を上げてたことなんですけど、あのもうね、あのため撮りがないので、金曜日が普通の動画になってしまいます。申し訳ございません。なので過去にいっぱいクレーンゲームをやっているので、そちらの動画見てみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。